tell me what you gon' do. Act a fool. Somebody broke in and cleaned out your crib. Boy, what you gon' do? Act a fool. Just bought a new pair and they scuffed your shoes. Tell me what you gon' do. Act a fool. Now them cops trying to throw you in them county blues. Boy, what you gon' do? Act a fool. Talk about gas, traps, cops and robbers. It's 911, please call. オートショップトペッカーの大村です。今回ご紹介するお車は平成7年式アルトマークス RSZ 走行4万9000キロです。はい、まずは外装からのご説明です。まずですね、こちら、フルノーマル、完全な、純正ノーマルとなりますね。で、各部の状態ですね、バンパーの下の方とですね、こちらのサイドステップ、あとリアバンパーの下の部分ですね、こちらはあのシルバーの方ですね、まあ、スズキの純正カラーの方に、再塗装されておりますね。で、傷の状態ですが、目立つような、傷はないですね、バンパーにはですね。で、ボンネットの方ですが、特に目立つような、へこみなどはないですね。で、右側面、こちらはですね、もううっすらこうやって横で透かしてみて、まあ、肉眼で分かる程度の、へこみですね。そういったのがあるぐらいですね。で、リアバンパーの方もですね、特に目立つような、傷は、ございませんね。はい、リアゲートも、目立つのはないですね。もう透かしても見えないので、ほぼないと言っても過言ではないぐらいですね。へこみの方ですね。で、左側面はですね、まあ、強いて言うならこの辺りですかね、こことここですね、に、薄いへこみがあるぐらいですかね。で、目立つような傷は特にないですね。はい。で、ルーフ、まあ、アルトワークス、この方の分はですね、ルーフが、結構強いので、目立つようなへこみとかのたわみとかはないですね。で、こちらの車両ですね、フロントガラスですね、ちょっと小さな飛び石があったのですが、まあ、ちょうど在庫で、フロントガラス新品持っていましたので、新品に交換しております。まあ、走行距離も4万9000キロ、それとあと外装色白ですね、こちらもかなり希少な、車になりますので、ちょっとなるべく完璧にしてみようと思って、新品に変えました。かなり、状態がいい、車ですので、ぜひご検討ください。以上、外装のご説明でした。はい、続きまして内装のご説明です。まあ、外装とかですね、そういった面でもちょっと触れてますが、基本的にこちら、完全ノーマル、フルノーマルとなりますので、車外部品はありません。ですので、そのご説明、要するに特徴は特にないのですが、一番の特徴がもうまずこれですね、49,221キロ、5万キロ以下でございますね。ですので、まあ、さすが低走行とあってですね、まあ、例えばこういったハンドルですね、こういったのもちょっと近づいてみると、まあ、多少のスレによるツヤの方は少し、出てるのですが、レザー調のこの模様点ですかね、こういったのも綺麗に残っててですね、かなり状態がいい方ですね。これは久しぶりにこれだけ綺麗なハンドル見ましたね、僕も。で、ダッシュボードの方とかもですね、加工穴、そういったのはないですね。はい。で、シートはですね、ちょっとこちらとですね、こちらに補修の跡がありますね。で、目立つようなシミなんかはございませんね、状態いいですね。で、天張りの方とかもですね、シミ、傷、破れ、そういったのは、目立つのはないですね、状態いいです。で、リアシート、まあ、こちらもフロントと同様ですね、かなり、あと変な、日焼けなどもなくですね、状態いいですね、かなり綺麗です、こちらも。はい、内装のご説明以上となります。
はい、続きましてエンジンルームのご説明です。こちらはですね、内外装ともにですね、純正ですのでエンジンルームもですね、もうほぼ完全なノーマルとなりますね。で、こちらですね、上から見える範囲ですがオイルにじみとかもですね、特に目立つものはないですね。で、こういった、部分も見てもですね、あとゴムパイプ類を見ても、かなり状態がいいですね。まあ走行も4万キロ台とあってですね、使い方も綺麗で、状態はかなりいい方だと思います。で、ストラット分のところですね、こういったサビのところ見ても目立つようなサビはないですね。で、これボンネット裏とかですね、ボンネットは再塗装してますね。で、同時に裏の方もですね、なのでかなり綺麗です。はい、エンジンルームのご説明でした。はい、最後に下回りのご説明です。まずですね、こちらも基本的にはノーマルとなりますので、足回りとかも、純正ノーマルとなりますね。で、各部分の状態見ていきます。で、足回りこういった、ロアアームですね、こういった部分や付け根特に目立つような大きなサビはないです。で、距離も少ないですしですね、機関類も、エンジンルームの方の説明でもありましたように、特に目立つようなオイルにじみ漏れなどはありませんね。で、こちらですね、下回り、綺麗に、チッピング塗装っていってですね、かなり厚みのあるですね、ふさふさした感じの塗装ですね、普通に塗膜だけではなくこうガサガサ系の、厚い塗膜の塗るやつですね、防錆、効果はかなり高いやつですね。それが、前面に施されておりますね。で、リアの足回り、こちらも同様、フロント同様、純正ノーマルですね。で、こういったとこ見ても、かなり綺麗ですね。はい。はい、以上、下回りのご説明です。